疲れ様でした。今回どうでした？確かにその客席映るところが私も結構注目してて、どういう表情するのかなみたいな。確かに恥ずかしがってる人よりはちょっとノリノリで手振ってくれる人の方がなんか見甲斐があるなというか楽しく見られるなっていうのがありましたね。いやもう全然知らなかった、そんな演出があるなんて。秋山式が多いですね。なんかいろんな業界に秋山式ってありません？ここまで来るかって感じです。あと店に入る時の秋山さんがもうでかすぎて、あれこんな身長あったっけみたいな、その違和感も面白かったです。どうも秋山とパンでございますね。今日はですね、台東区の田原町というとこねやってまいりまして、さあこちらでございますね。あ、来た。これ俺も知ってますよ。これはすごいパン屋さん、ペリカンさん。お邪魔します。どうも。うーわー、どうもよろしくお願いします。秋山とパンでございますね。よろしくお願いします。お邪魔せ。なんだこの右側、これ壁一面にパンですよ。これもう全部食パン、もうめちゃくちゃ。あ、すいませんすいませんすいません、おーおーすいませんすいません。おー、パンっすかこれ。おーおーおー、ちょっとストーブに当たらせていただきますね。すいませんね。あー、あったけー、あったけー。いや楽しみだね。じゃあちょっと一緒にちょっと移動していただいていいですか。ここだとちょっと本当限界があるんで。目の前に可愛らしいねパンがありますね。これ僕も結構喫茶店好きで、ああそうです、ね、なんかあちこち純喫茶行くんですけど、やっぱペリカンのパン使ってると嬉しいですもんね。ああ、ありがとうございます。オリンピックとかだったらね、海外の方がいっぱい来てこのパンちょっと知ってほしいですよね。そうですね。スポーツ観戦しながらオリンピック見ながら食べるみたいなね。ああぜひ、ほんでもう大型スクリーンに映っちゃって、あれうちのパンじゃないみたいなね、世界中継されてみたいな。そう、あれ大型スクリーン、大きな試合のオリンピックとか、ああいうそういったでっかい試合のワールドカップとか、大きなビジョンに映し出される観客いるじゃないですか、はい、実はちょっと俺案外関わってるんですよね。そう、抜かれました、カメラで撮られました。で気づいてない、例えば女子2人とかで来てて、でペイントしてて気づいてない状態でガーって喋ってて、そうだねよかったねみたいな、次また誰々さん出るね、頑張ってほしいねとか、気づいてないんですよ。気づいてない時に後ろの席の人がトン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 と、映ってますよ、モニター抜かれてますよ、ええって、モニター抜かれてますよ、抜かれてます、あのこの一連、あれ実は僕の全部作品なんですよ、台本化してるんですよ。実は本当に業界では秋山式って呼ばれてて、我々スポーツ選手の中ではもう有名な話であって、秋山式が導入されてからはやっぱりパフォーマンスは僕は上がったと思いますね。もうありとあらゆる大会の大きな大会の会場に行って、忘れませんけど、その入り口のところで配りまくったんですよ。あなた抜かれる可能性があるんで、もしかして余裕があったら僕が作ったこの本を目通してやってもらっていいですかって言いました。めちゃくちゃ変なやつの扱いされたけど、受け取ってくれるんですか。まあ受け取りはするんですよ基本。もう俺と絡みたくないから話を終わらすために受け取るんですけど、近くの駅のゴミ箱に捨てたったりとか、ものすごいそれはありましたし、そのゴミが目立つからまた僕が注意されたり。まあ今神戸にいるイニエスタ選手にですね、インタビューした時にですね、イニエスタにやっぱ言われましたからね、ちょっと秋山紹介してくれっていうようなこと言われましたから。あとやってくれるのは嬉しいけど、なんか恥ずかしがりすぎるやつもう大変でしたね。モニターにバッと抜かれた瞬間、ごめん、うわもうやだ、どこだよカメラ撮ってんの、やめろ、
でこれはちょっと俺は面白かった逆に。そう、あと告知挟むやつもいましたね。パッて映った瞬間なんか小説みたいなの出して、多分小説家かなんかなんですけど、バーって出して霧の火の玉という話なんですが、この霧の火の玉というのは友情が一つになって幼馴染や、自分の葛藤が全部一つの火の玉になって、一つのミステリーになって、みんなで解決していくという、壮大な、サスペンスストーリーになっております。各書店で、お求めください。マジで一番ひどかったのは仕切り始めたんですよ。商店のお客さんの席に座って始まるオープニングがあるじゃないですか。なんかスタジアムとか、はい、ああいうとこ見に行ったこととかありますか？ありますね。もし映ったらどうしますか？どうしよう。一瞬気づかないふりして、でなんか見渡して、なんかあれ私みたいなのしたくなっちゃいます。もしトントンってしてくれたら、ま、秋山式やるんですけど、トントンってしてくれなかったら自分で発見するっていう、ちょっと台本書いちゃうと思うんですけど、はい、いやー美味しそう。ちょっとどうしようか。ふわふわ、うわ美味しそう、うわ美味しそう。いただきます。うん、美味しい。このなんだろう、この素朴な感じが安心しますね。なんか落ち着くというか、うん、柔らかい。うん、あ、耳も美味しい。やっぱり今日もいましたね、メガネかけてる写真撮ってる人が。また今回も男性になってましたね。店との調和が取れてなかったので、多分秋山さんと一緒にいると思うんですよ。ってことは秋山さんと同じスタジオにいるはずなんですよね、あの人も。急に出てきてちょっと揺れてる眼鏡の人が違和感だったので、多分道端にはいないんですよ、あれは。揺れてたので、あの人もだから多分スタジオの中にいるんですけど、どう入り込んだのか、どうしてそこにいて秋山さんとか普通に歩いてるのかっていう違和感がありますね。もう気になります。もう次どんな人がそこの場にいるのか